まさか、お主たちが夜に闇を取り戻していたとは。それに加えて異界からの来訪者だと。古の時代に分かたれた13の共造世界、そして過去7度発生した霊災による世界の統合。とはいえ、そう簡単に信じられる事柄でもあるまい。ただ魂について長年にわたり研究してこられたあなたなら、彼らの魂がこの世界のものと根本的に異なることが。確かに、ざれ言と退けたくなる話だが、なるほど。よくよく注意して観察してみれば、魂の濃さも尋常でなく、肉体を持っておらぬこともわかる。特に、こちらの御神は、一段と濃い魂をお持ちだ。しかも、肉体も仮初めのものではなく、本物であろう。ふーん。繰り返すな。彼ら、異界からの来訪者の協力なくして、この世界に夜闇を取り戻すことはできなかった。その恩に報いるためにも、是が非でも無事に元の世界へと帰還させたい。話を聞くだけのことに対価を求めはしたが、今聞いた情報だけでも十分すぎるほどの価値があろう。何より光に覆われた空に闇を取り戻してくれたというなら、なるほど、確かに恩に報いるのが筋というもの。では。うむ。我が知恵でよければ、喜んでお貸ししよう。ただし、老いぼれゆえに、新たな研究を始めるとなると、一人ではいかんともしがたい。もちろんです。これは私たち自身の問題。当然、手となり足となり、働かせていただきましょう。Thank you.